国内最高峰のゴルフの男子プロトーナメントにつながる福島県オープンが棚倉町で開かれました。この大会は地域ゴルファーのレベルアップを目的にプロとアマチュアの交流を深めようと始まり、今年度で29回目を迎えます。棚倉電車クラブにはプロとアマチュアの合わせて119人が集まり、夏空の晴天の中熱いプレーを繰り広げました。大会の優勝者には今月29日から3日間西郷村のグランディ那須白河ゴルフクラブで開催されるダンロップフェニックストーナメントチャレンジ in 福島の出場権が与えられます。